楽しく行動し成果を出し続ける人は動物園の使い方がうまいワイルドコーチングの佐藤ですえ。今日はバーンということでこちらに映している通り KJ4 混沌をして語らしめる川北二郎この、まあ、表紙ですね KJ4 これ本当におすすめなんですよ でもったいな,いなと思っていてそれ何かっていうと k j 法学ぶ場がないんですよ。で本もほとんど手に入らない。絶版だったり a z o n でもう値段があだ上がってしまっててなかなか手が届かないみたいな状況で本当にもったいないなって思ってるんですね。 でこの KJ 法のおかげで佐藤はこれ大学院の時に知ったんですけどもまず研究大学院時代のこの研究ですね収支論文とかあとは社会人に入ってからは日々の,その仕事上の研究プラスいろいろなまあ報告書だったりレポートだったりあとはカルテをまとめるそして何よりクライアントさんのセッションの質が変わってくるんですよ この KJ 法ってこの情報情報を累積的に、まあ、累積的に積み重ねながらブラッシュアップしていくわけですね。でクライアントさんとのセッションって単発も一回限りっていうのは ほとんどないんですよね。やっぱり2回、3回、4回って繰り返していくケースがほとんどなので、1回目の情報をさらに2回目に生かして、2回目の情報をさらに3回目に生かしてっていうことをやっていくのに、これものすごく使えるんですね。で、この刑事法って一言で言うと、数値にならないデータ、まあ、定性的なデータ、定性的、もし,くはしもしくはですね、質的データ、 これを統合していく。まとめる。のに、ものすごく生きるんですけど生きるんですが、この、訂正とか質的の反対が、この定量的ですよね。数値に表す。何キログラムとか、何回とか何センチとか、何ミリリットルとか。そういう数値に表せるものですよね。これ量的なものですよね。で、 メンタルヘルスとか、その、心の、まあ、心理学とか、その心の状態のものって、こっちが多いわけですよ。特にこの生々しい現場。現場では、これ看護の世界とかでは、ものすごく掲示法って取り入れられてるんですけど、現場ではもこっちなんですよ、ね、圧倒的に。で、これを統合する術。 手段方法っていいうのはなななかかなとでも日本にはこの川北二郎さんっていうのがいらっしゃってもう亡くなりましたけどもあるんですよね。でこれを特にこのコーチ仲間コーチングをやりたいよとコーチやってますよとかあとまあコンサルタントカウンセラーの方もいらっしゃいますけどもそういう方にぜひ知っていただきたいなと思うんですよね。そうするとすごくクライアントさんの成果って出るんですよね。 で、今日はちょっとこの思い切ってですね、この KJ 法を跳躍したいと思います。もう、KJ 法難しいとか、学ぶのにお金かかるとか、何をやったらいいのかわからないっていう人が多いので、もう思い切って佐藤がこの KJ 法を跳躍したいと思うんですね。でこの KJ 法の原点と言われている、この混沌して語らしめる、 こういう本がですね、中央公論者から出てるんですけど、この本もほとんど手に入らないです。で、アマゾンでちょっと調べたんですけど、やっぱり価格が高騰してるんですよね。値段が上がっちゃってるんですね。で、この目次をちょっとちらっと見ていただきたいと思うんですが、こういった感じになってるんですよ。で、経営者法が難しいって思われてる一つの、まあ、これ大きな理由なんですが、 いろいろな技法の名前がもうしょっちゅういろいろ出てくるわけですよ。これで、まあ、まずこの KJ 法って出てきますよね。そのインデックス図解とか空間配置とか A 型図解化とかグループ編成とかラベル作りとか B 型叙述化とかもうこれ聞いてるだけでちょっとハテナってなるじゃないですか。注目評価法とか。でそういうのを聞いちゃうとそういうのを見ちゃうとうアレルギーが。 た人って結構多いみたいみなんですよね土俵作りとか表札作りとか何なのって感じじゃないですかでこういうのをもうざっくりと跳躍したいなと思ってるんですね「天目も落書き聖書か貯金箱探検ネットあだ名で花火」とかこれはもうほんと川北先生の独特のセンスですよねただ今こう今っていうか、まあ、ここ10年とか15年とかで 割と認知度が高まってるマインドマップってあるじゃないですかママインドマップってやっぱネーミング上手だなと思うんですよね。なんかおしゃれじゃないですか。マインドマップみたいな。で、この対局になるんですよね。このタナンピックアップとかね、タッチネッティングとか、パルス討論とか、聞いただけでなんか、んって感じですよね。ちょっとこのなんかスタイリッシュ感に欠けるんですよね、形状法って。残念ながら。その辺でちょっと損してるなと思うんですけど、でここを、 こう,うまくお伝えできると、あ、刑事法ってなんか面白そう、使えそう、役に立つそうって思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、早速なのですが、もうズバリいってしまうと、えー、こんな感じであるんですよ。で、図解もいっぱい。 チャートですよね。マップですよね。いろいろあるんですけど、じゃあここにしましょう。KJ4 って、もう跳躍しますと。何かっていうとですね、プロセスがあるんですよね。それはまず何かってうと、メモするんです。メモするんです。文字にするんです。文字化するんです。ただ、そのメモは、メモだけほっとくと、1週間、半年とか経つと、そのメモが何を意味するのかさえわからなくなるので、それは、 必ず、ラベルに、聖書しましょうと。文章として書きましょう。まあ、英語で言ったら SVOC みたいな。ちゃんと、何々が何々でどうしたっていうのを書きましょうってことですよね。これをやるんですね。でこれを、ラベルというものに書きます。ラベルっていうものに書きます。まあ、こうし、台紙、シールが台紙に貼ってあるようなものなんですね。 大紙からペリッと剥がすとペタッとこう紙に貼れるんですけど、これラベルっていうのがあってですね、それに書く作業があるわけです。そして、このラベルをですね、構造化。まあ、大きな紙、模造紙とかにですね、空間配置するわけです。まあ、図解として並べるんですよね平か。平たく言うと。並べるわけですよ。 でただ、ここがミソなんですね。ラベルを並べるときにいろんなやり方があるんですよ。会議をやるようなやり方であったりとか、会議ですね。この会議。さっきパルス討論っていうのがちょっとあったと思うんですが、会議法みたいなのがあったり、まあ、討論法みたいなのがあったりとかですね。あとは、もう急いでて時間がない。も,うものすごくインスタントにやりたいっていうときには、さっきあった花火っていう方法がですね、 あと KJ 法っていうのがあったり KJ 法も KJ 法を6回繰り返す累積 KJ 法っていうのがあったりとかするんですけどここの方法がいろいろあるだけで結局メモを書いてラベルに清書してそれを並べるっていうのをやってるだけなんですよそして最後文章にするとこれだけの話なんですよ でポイントは色を変えますメモして正書にするっていうのはもうこう全部同じなんですよこれ共通なんです違うのはこの並べ方結局ペタペタ貼ってった時のやり方貼り方並べ方がいろんな種類がありますよっていうだけなんですよでそれをいろんな種類をその場面とか 状況。あとは時間配分。急いでるとか、じっくりやりたいとか、みんなで大人数でやりたいとか、そういうので使い分けましょうよっていうので、いろんな名前が付いてるんですね。で、それを最後、この図解として、並べただけだと意味不明なんですよ。なので、しっかり文章にしましょうね。これだけなんですよ。文章にするってもこれも同じなんですよ。まとめます。跳躍 KJ 法。KJ 法は簡単なんです。 法法には抗議ののいうががあってそれがこれこなんですよ広い意味で KJ 法川北二郎さんという人が作った草案した KJ 法というのがあってその中に競技の KJ 法狭い意味での KJ 法というのがあってメモして清書してあるこういう KJ 法っていうやり方をしますよというこの一つの道筋が狭い意味の 競技の KJ 法というののがあるわけですで競技の経営法とはまた別に花火っていうのがあったりパルストロンっていうのがあったりタチネティムっていうのがあったりなんかいろいろあるわけです。でこれをざっくりと押さえていただくとなんだ結構簡単じゃん。要は用途によ,用途用途によって使い分けりゃいいだけなんじゃんっていうのを知っていただけるわけなんですよね。 刑事法って実は簡単なんですよシンプル。でこれをちょっとですねまあ一つずつ佐藤が実践しているものを用いてですね解説していただいければなというふうに思っています川北先生はもうほんと最晩年ですね亡くなったのが2009年だったと思うんですけども佐藤が出会ったのが2003年で で川北研究所っていうのがまあ割とご近所だったんですね同じ、まあ、東,東急東横線っていう、まあ、電車の沿線でで定期的にですねあの川北研究所に足を運んでですねちょっといろいろお手伝いとかをさせていただいてたんですよまあお手伝いって言っても大したことじゃなくてですねあの川北先生もお年でしたしで奥さんの川北公子さんまあ川北研究所の所長さんですけどももうご高齢だったんでね あの郵便物をまとめたり掃除機をかけたりあとちょっとなんか庭の木の枝が伸びたからちょっと切ってとかそういうのをやってたんですけど結局行くとですねおしゃべりなんですよ <laughs> あのきみこさんとですねおしゃべりをしててでそこにひょっこり川北先生がなぜか帽子をかぶってですね現れて で、なぜ先生帽子かぶってるんですかっていうとあ、要はお気に入りなのよってことですね。あれ、お気に入りなのよって奥さんがいつですね。まあ3人でですね、もうおしゃべりをしてるみたいな感じがあったんですけども、すごくね、シンプルなんです。素朴な方法なんですよね。素朴。素朴なんです。で、それを伝えたいなというふうに思ってるんですね。で、これを知っていただくと、本当に、 これからの時代っていうのは情報空間情報空間ですねそれに対してま物理空間こういう言い方ができるんですけど情報空間でいかにここに自分の目的に合わせて働きかけられるかっていうのが基本になるわけですここをうまく このようにです、ね、いじることができれば物理空間に望む結果を表すことができるわけです。でこれを操作するのにものすごく KJ 法っていうのは有効だということになるわけです。経法は超簡単。結局この4つのステップをやってるだけそして2番目のステップと3番目のス,ッステップのやり方この3番目がいろいろな方法があるんですよ用途に合わせて選べばいいんですよ いうだけのことなんですね。はい、今日の動画は以上になります。